皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。2024年9月10日、現地時間、北中米ワールドカップアジア最終予選で日本がバーレーンに5対0と大勝。ホームではなくアウェーで圧倒的な力の差を見せつけた彼らのパフォーマンスを見ると、今年1月に開催されたアジアカップでの低たらく、ベスト8敗退は何だったのかと思ってしまう。画像、上田。 森田小川の得点で快勝、W 杯アジア最終予選第2戦バーレーンゼロから1日本もちろん、アジアカップでの苦い経験を糧に選手一人一人が鍛錬を重ねた結果のスコアとも言えるだろう。やはり、伊東純也の復帰は大きい、中国戦で途中出場ながらも3得点に絡んだ彼は、今回のバーレーン戦でも最終局面で違いを作り出した。テクニシャンの同案率。 推進力が持ち味の伊藤とタイプの違う2人を揃えた右ウイングバックは相手からすれば厄介。左ウイングバックも三笘薫を軸に前田大然、中村慶人と殺傷力抜群で、バーレーン戦では途中出場の中村が攻旗を演出するなど選手層の厚さを見せつけた。3・4・2・1システムを機能させる上で、ウイングバックが果たす役割は重要。 3バックに吸収されては攻撃が停滞するしかといって高いポジションを意識しすぎるとその裏のスペースを突かれる。その点、バーレーン戦では三苫、堂安、伊藤、中村ともバランスよくプレーしていた。印象的だったのは三苫だ。守備をそつなくこなしつつ、左サイドから何回もチャンスメイクしたパフォーマンスは圧巻。コンスタントにアップダウンを繰り返し、 しっかりとボールに絡んでチームを機能させる。相当な運動量が求められるウィングバックを質量ともに完璧に近い形でやってしまう彼の凄さを改めて見せつけられた。そして伊藤である彼が途中から出てくる恐怖を中国に続きバーレーンも嫌というほど味わっただろう。疲労が蓄積された状態であのドリブルとあのフィニッシュワークを食らったら。 もうやめてくれ、となるはずだ。森保ジャパン最大のストロングポイントはやはり両翼。バーレーン戦は、それを今一度知らしめる試合になっただろうか。文黒丸白鳥和弘、サッカーダイジェストテレビ編集長。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。